3年のウィークリーベースボール、めっちゃ配信感がある。はい、パーソナリティを務めさせていただいております、浜にも流れる天の川、織姫爆誕、いつかアマンド100マイル、何年後どうかサイランです。よろしくお願いします。はい、皆さん見ての通りホテルでございます。はい、本日のスターティングメンバーは特におらず、ランネのみとなります。この番組は FM ルピナスが 86MHz、 YouTube で毎週月曜日夜の8時から生放送、そして本来であれば南大塚駅からすぐのスタジオで番組観覧ありにてお届けをしております。はい、2022年からオリックスを中心にプロ野球にハマったタレントが、野球がわからない人にも良さを伝えていき、今のプロ野球に関わる様々なことを学び、発信し、成長していく教育いや野球情報番組です。皆さんから野球に関する質問や私たちの応援メッセージ、また番組で取り上げてほしいお題やご意見を募集しております。 YouTube のコメント欄、そして Twitter ウィークベースボールにてお待ちしております。今回もちょっと端末が1個音が1個しかないので、ちょっとあれですね、みんなぼちぼちちょっとランネーあたふたしちゃうかもしれないんですけど、よろしくお願いします。ではでは、ちょっとコメント待ってるだけちょっと残していこうかな。では、はい、この番組ではですね、番組ではオンラインチェキが販売中です。番組の概要欄のところからリンク飛ぶことができるのですが、すべてサイン付きで届きます。で、先週と今週のチェキが、先週のチェキが、ビーズ織姫で2024の現地観戦チェキになりますので、まあ、現地観戦チェキが好きな人はぜひ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 ゲットしてください。ここでしか手に入りませんので、2枚買ってくれた人は、織姫でって、もしね、知らない方がいらっしゃったら、補足をすると、まあ、2パターン大体いつも、ユニフォームが出るのかな？最近は。そう。だから、ロックとポップって言って、今年はミュージシャンをテーマにして、去年はアイドルテーマだったんですけど、黒い方と、なんかちょっと明るめの、水色なのか黄色なのか、こういろんな色がこう混ざってる、その2つがございます。はい。で、その2枚以上買ってくれた人はね、1個ずつつけれるし、偶数だと同じ数だけ入れることできるので、よかったらぜひ偶数枚ご購入ください。コメントの方もちょっとぼちぼち読んでいきましょうかね。あ、え、昨日現地で見かけた、声かけてくださいよ。何年関西いるの、レアなのに。まあでもね、関水木もいる予定ではありますので、よかったらぜひ見て聞いて、話しかけていただけたらなと思います。では、最近のプロ野球ニュースはと言いますと、やっぱりあれじゃないですか、今ランネーずっと言ってる織姫伝ですね。今週、先週か、先週の月曜から、まあ、今日にかけて、野球自体が本来だったらいつも関水木金土日って感じでカードがあると思うんですけど、先週は18、19、20のカースイ木は試合がございませんでした。ということで、21、22、23のね、オリックスさんのお話をね、ちょっと、なんでオリックスファンなのね、ちょっとしていこうと思います。デート中だったようなので邪魔しちゃ悪い。デートしないよ、球場で。そう、これちょっとオリックスの話に行く前に、昨日は、まあその前の方もそうなんですけど、現地観戦基本ランネ動画撮るので、まあご一緒してくれる方とよく見に行くことが多いんですけど、ちょうど昨日がポケルスさんという、もう12球団もわかるような、本当にランネからしてももう本当に生きる選手名鑑で、大先生の大先生のポケルスさんね、ご一緒させていただいたんですけど、ポケルスさん毎回でも現地観戦とか、まあ動画撮るときにこう検証系をやるんですね。野球に関する検証系だったりをすることが本当に多くて、毎回面白いんですよ。で、今回は、まあ、織姫デーということで、お嬢様言葉で、なんかやってみたみたいなのを、ポケレさん自身は、撮影してたんですけど、で、今日ちょうど2時間ぐらい前かな、1時間前ぐらいに載ってるので、よかったらポケレスってひらがなで検索すると出てくるので、ぜひ見ていただけたらなと思います。ランネーもさっき、移動しながらその YouTube 見てたんですけど、本当に笑いすぎて
割れすぎて死にそうになりながら見てました。なんかなんだろう、なんだろうね、言葉遣いがすごい面白、言葉の回しがすごい面白くて、例えばオリーメデってなんか対象商品を購入するとトレーニングカードみたいな、全部で10種類のカードでランダムが1枚もらえるんですけど、それとかもこのカードは何かしら小包かしらみたいなことをさらっとさらっと普通に言うから、ランネ動画の中でずっと笑ってて、そう、あ、そう、ランネが殿方と一緒で、そう、あの男性のことを殿方とか言ったり、すごい面白かったので、ぜひあの見ていただけたらなと思います。ランネ全然現地で声かけていただいても大丈夫なので、声かけてくださいね。では6月21日の日から21、22、23、金土日で3連戦ございました。オリジメで1カード目になります、前半戦ですね。です。で、先発が、21日エスピノーザ投手、そして今井投手でございました。この日はね、2対3でオリフォーでした。はい。で、交流戦明けの初戦が京セラドームというものが2010年以来の14年ぶりという形でございました。で、直近の2007年から2010年、まあ、過去4年間ですね、今回の前の4年間、4年連続でなんと勝って負けて勝って負けてを繰り返したので、今年はどうなるかなと思ったらね、今年はしっかり勝つことができました。で、ちょっと面白かった話があって、まあ先発のエスピノザ投手ね、4回までね、打者を2塁に踏ませないっていうね、素晴らしいピッチングをされたのですね。で、8回4安打無失点という成績で、なおかつチームトップの6勝目になりました。で、なんと京セラでは負けなしの4連勝なんですよ。で、そんなエスピノーザ選手がね、まあ、ちょっととある記事で、交流戦、ハマスタの交流戦で、ベイスターズの目玉チャーハンを食べてから勝ちが続いてると言ってるらしいので、僕にとってのソウルフードかもしれませんねっていうね、ことをね、言ってて、ちょっとお茶目でね、可愛いなぁなんて思いました。で、この日ですね、太田選手が4戦連続打点で自己最長、自己最長の記録を達成しております。で、この日ね、西武の今井投手もね、158キロの、ね、ストレートを投げるくらい、決して相手の投手が、調子が悪かったわけではなかったんですけど、そのね、158キロのストレートを突破する敵陣二塁打で、もう太田選手自身、もう5月末から3番に固定され始めてて、まあでも2番も行ったかな、ずっと3番かな、ずっと3番ですね、3番固定し始めてますね。で、この日は森友哉選手が8回にソロホームランを放ちまして、で、森友哉選手今季2号のホームランになるんですけど、第1号もフルスの西武ライオンズ戦の時に放ってるので2回ともね、今シーズンねフルスから放ってる形になります。最後が5月の16だったかな、5月26でした、5月26日ぶりに打ってくれました。そう、ソフトバンクとね、今そう13ゲーム差がねありまして、では続いて、で、この日6月21の金曜日、金土日が一軍戦がで、で、前日の6月20日はファームがあったんですよ、名古屋球場で。そう。川水木も、さっき試合なかったよって言ったんですけど、1軍はなくて2軍はあったんですね。で、この時に、6月の19日の中日戦で、なんと、怪我をね、していた宮城投手が登板されまして、復帰登板ですね、1軍。この日はウエスタンの中日で3回無失点で実戦復帰をしまして、6月の21日に1軍に合流はしたものの、登録はされていないので、まあ、近日中に、もしくはこの織姫デーのね、3連戦の中でもしかしたら戻ってきてくれるんじゃないかなと思います。約1ヶ月ぶりですね、5月10日に筋訴訟で離脱をしているので、約1ヶ月ぶりに復帰をしました。結果もね、3回無失点という、ね、素晴らしいピッチングでした。で、あ、大城選手もね、怪我明けでファーストの守備についてるみたいですね。続いて。で、茶野選手がね、この日に1ヶ月ぶりのスタメンとして起用されております。ヤクルトとのね、交流戦最終2試合が
猛打賞をね取って、なるなおかつ計3盗塁というね結果を残しているんですけどねですけどね。そしてこれもとても大事だと思います。6月20日ですね、木曜日、支配下登録ファーム戦デビューしたのは皆さん、はい、せーの、ペルドモ投手ですペルドモ投手がファーム戦デビューしました。この日なんと5回の1イニングをわずか5球で無失点で抑えておりました。でペルドモ投手、パドレス時代の2016年に日ハムからコーチ留学をしていた中島監督と知り合ってたので、もともとそういった、ご縁もあっての、オリックス入団なのかなと思ってます。ペルドーモできてペルドーモ選手がね来てくれました。で今ね織姫デーの話をずっとしてるんですけど、織姫デーのグッズが20日、要は21日だけど前日の20日にプレ販売を開始して、でこれがなんか去年500人並んだらしくて、グッズ今だから、プレ販売をしたみたいなんですけど、この日なんと一番乗りの方は4時半朝までよ、朝の4時半で、グッズショップ開くのは午後の1時だったんですけど、20分早くね開店して、でこの日は約300人が並んだ感じでございました。でね、プレ販売300人並んだじゃないですか。21日実際に織姫で始まりました。この日開店が10時だったんですけど、10時の段階で500人の行列です。で11時、1時間後のね11時になっても80人ほど並んでおりましたと。でこの日ね開店10時だけど試合はね夜のね6時からだったので、本当にね大人気でしたね、織姫デーのグッズ。来年はね織姫デーのグッズね、あ今ちょっと手元にないかな、あのリストバンド、リストバンド、なんかバンド、バンドのバンド、ミュージシャンのバンドみたいなやつをね買いました1個。そうポケレスさんはねなんか T シャツがかっこよかったから欲しかったって言ったんですけどね、 T シャツがね結構すぐ完売してたみたいです。あ今ねコメントでも来てますけど、そう今日もねプレ販売でちび縫いって言って、選手限られてるんですけど、選手のねちっちゃいなんかぬいぐるみマスコットがね販売されましたね。あれ宗選手めっちゃ似てるんですよ宗選手めっちゃ似てるからめっちゃわかりやすい。あありがとう、ラバーバンドですね、ラバーバンド、はいっていう感じでね、ミュージシャンがコンセプトで、商品も18種類あって約150点の商品があったみたいです。で佐野皓大選手がね、右足関節内科骨折と右足前の靭帯損傷で手術をされました。こっからね、要はリハビリをして復帰していくとは思うんですけど、ちょっとねどうなるかなっていう気持ちです。続いて次の日6月の22日西武戦第2戦目になります。この日は先発が斉藤投手、そして隅田投手でございました。で、この日はね、残念ながら2対4で負け方、残念でした。はい、連勝とならず。今季のね、デーゲームで5本塁打7、ん?今季のデーゲームで5本塁打、7非本塁打、共に12球団最少らしいです、オリックス。そう、だからホームランを打たないし、打たれてないってことですね。でも逆に西武は本塁打が15本塁打で最多だそうです。で、この時点で西武は5連敗中だったんですけど、連敗中の西武に負けました。はい。で、この日は岸選手に5号3ランを打たれ、プロ初被弾と斉藤投手はなりました。そして自己ワースト4失点。残念ながら4回で降板となりまして、プロ初黒星でございました。で、プロ初黒星をね見れるのもね、またレアですから、ね、初めては基本レアなので、仕方ないって言ったら、ちょっと怒られそうな気がしますけど。うん。で、この日、なんと、ペルドモ投手初登板されました。はい。で、8回の1イニングを三者凡退という100点満点のピッチングです。で、この日のね、最速153キロのツーシームを放っておりました。続いて、3戦目ですね。運命の3戦目。この日は4対1で、ありがとう!ということで、カードは勝ち越しになりました。先発はカスティーヨ投手。そして、今季 8戦登板してて、8連敗中の高橋光成選手が対戦相手でした。高橋光成選手はね、来年5月24日現地の時もね先発だったんですけども、この日なんとセレーニョ選手4回に8号ソロを放ちました。このソロが5
5月8日の楽天戦以来の46日分、1ヶ月以上ぶりです。で、現在計6安打4点という記録を、結果を残しております。で、この日の先発のカスティーヨ投手は7回1失点、そして2ヶ月ぶりに2勝目となりました。でね、コメントでも来てるんですけど、高橋光成選手3イニングしか持たなかった。そう、すぐ交代になりました。うん。もう、見てる側も、あって感じでしたね。ああ、交代になっちゃうんだ、と思って。そうそうそう。で、やっぱりこの日の話題はこれじゃないですか。小田島投手ですよ。現在ですね、小田島投手、プロ初デビュー、初登板から22試合連続無失点となっております。で、日本記録に並びました。で、21年のカープ栗林投手、2020年楽天の宮森投手、この2名、そして小田島投手、この3名がタイ記録です、今。なので、おそらくこの織姫で次のカースイモクの3連戦できっと投げると思うので、そうなったらもしかしたらね、現地で新記録を見れるんじゃないかなって思ってます。で、この日もちろん現地で見てるんですけども、山田投手が出てて、投げてて、ツーアウトになって、そのまま山田投手投げさせると思ったらね、記録のためだとは思うんですけど、まあ、小田島投手が変わりまして、まあ、しっかりね、抑えてくれました。で、詳しく言うと3点リードの8回、西走者から登板、代打山野辺選手を投手ゴロに抑えましたと。はい。で、結構小田島さんが良きな時に小田島優勝ってね、投稿したんですけど、横浜優勝みたいみたいなのがね、ちょっと来たので、確かにって思ったんですけど、そういえばそうだなと思ったんですけど、なんか小田島投手、抑えた時に感情をむき出しにして結構ガッツポーズをしたりとか、かなり表情だったり体に出るんですけど、それが優勝したようなガッツポーズを繰り出すから小田島優勝らしいです。あ、こんばんは、ありがとうございます。で、この日はチーム主催公式戦の観客動員者数が100万人を突破しました。これがですね、なんと今回34試合目なんですけど、96年の37試合目を更新して、球団史上最速の100万人到達となりました。嬉しい、さすが織姫でですねということで、織法でございました。明日からはね、ソフトバンク戦になりまして、先発が曽谷投手、そして有原選手ですね。ドキドキですね。有原選手、オリックスと相性があまりね、よろしくないので。でも前回の先発の曽谷投手、前回じゃないわ、曽谷投手は交流戦では計13回無失点に封じて、まあ、もちろん前回の登板は阪神戦だったんですけど、この日も6イニングで12三振を奪っているので、このままね、このまま行ってほしいですけどね。ただ有原選手、京セラドーム大阪、去年3登板で防御率 1.59 マークということで、で今回のね、開幕戦、そう、開幕もねやられてるんですよ。そう、ランで開幕も現地にいたけど、7回途中1失点だったので、ちょっとね、注意しつつ、勝てたらね、やっぱ初戦は勝ちたいですからね、勝てたらねいいなと思いながら応援をしていこうと思います。ではランネのウィークリーベースボール公式アカウントの方で毎回応募しております。最近のプロ野球ニュースですね、トークテーマいってみましょう。ラジオネーム明治魂さん、ドラゴンズの村松選手が日曜日の試合でダイビングした際に左肩を痛めて登録抹消となりました。規定打席を超えている、いわばドラゴンズのレギュラーとも言える選手で、活躍が期待されていただけに、本人にとってもチームにとっても痛い離脱です。離脱者オリックス多いから分かるよ、その気持ちね、これどれぐらいで治るんだろうね、肩を痛める。左肩スナップ損傷、脱臼のような、あ、でも脱臼のようなものだったらまだ大丈夫かな、大丈夫だと思うけどね。まあ、その佐野滉大選手に関してはね、オリックスで言ったらね、なんか筋、なんだっけ、骨折もしてるし、靭帯もやってるから、そっちの方がね、逆に重そうだけど、これ、脱臼みたいな感じだったらすぐ戻ってこれそうですね。続いて、ラジオネーム、ナイスネイスさん。エスコンフィールド2年目にして初めてドラゴンズを迎え入れた日ハムが粋な演出。
大型ビジョンに名古屋ドームをリスペクトするメッセージ、平和の大切さを重んじる素晴らしい球場と表示してドラゴンズファンを喜ばせました。うわ泣きそうらんね。今の世の中ことなかれ主義で叩かれるといけないので、やらなくていいことは極力やらないでおこうという流れで、なかなかできないファンサービスだと思います。来日した中日ファンにとっても良い気配りでいい思い出になったのではないでしょうか。全文はこちらということで、ね、あの記事を一緒に出してくれているんですけども、あの多分今こうさらっと読んだんですけど、ちゃんと非常にこう文章としてぶわーっと書かれてるので、よかったら皆さんも合わせてね、ぜひ見ていただけたらなと思います。続いてコメント欄も読んでいきましょうかね。カーからも首位相手とはいえホームやし3つ行きたいですね。あ、脱臼から損傷は確かにちょっとね、損傷しちゃうと不安ですね。柴田監督の可愛かったね、可愛かったですね、話題になってましたね、それもね。で小田島選手の登板の場面、西武が左左から左右にした時の右のワンポイントみたいな感じ。あー、そうですね、山野辺選手に変わりましたからね、代打ね。では続いて、ダンネアイステイさん、6月23日にオールスターゲームのファン投票が締め切り、7月2日に結果発表となります。初選出がどれだけ出るか楽しみですね。7月8日は監督推薦を含む選手の発表がありました。ルネさん出てほしいけどな、日ハムの軍事さんが強すぎて強すぎて、まあでも監督推薦出てほしいけど、でもまあ本来のレギュラーシーズンを考えたら、あんまり変に言ってね、怪我するよりかはいいのかなとも思う気持ちもありつつ、どうなるかなって気持ちですねねえ。では続いて、ラジオネームオリックスは3番、あ、2番目から3番目になってる、3番目ですけど、巨人の松丸選手が西武の若林選手と交換トレード成立、本当に今日です、これ今日あったことですね。松丸選手がここ数年はスランプに陥り、若手の活躍もあり2軍で、うん、漢字が読めないけど2軍で粘ってたにしよう、粘っていたが、こここのトレードのチャンスを生かし西武で覚醒してほしい。7月末までのトレード期限、他にどんなトレードが成立しますかねって。確かにトレードってなんかよく記事で電撃トレードって出るじゃないですか、全部電撃なのよなんかいつ出ても電撃だとランネは思ってるんですけど、ねえどうなるかな、ねえ誰も出てほしくないのはちょっと贅沢すぎるけどね、やっぱりオリックスに来た以上オリックスに行ってほしい気持ちはありますけどね。あと育成からね、支配下上げるのも、あと誰がいるかな、個人的には育成だったら山中選手上げたいなって思うけどね。でもレフトはね西川さんいるしなんて考えたりとかねしますけど。では続いて、ラジオネーム織姫より織姫、今日現在のバファローズのチーム内投手成績を確認しました。先発のエスピノーザ選手、防御率、勝利数、奪三振数とリリーフのマチャド選手、ホールドセーブがチーム内の投手成績トップになっています。織姫デーが行われている現在ですが、この2人はランク外先日開催の織姫デーではランクインするなど、ちょっと不思議な現象が起きています。にしてもこの2人がいなかったらと思うと、バファローズの投手陣が怖いですねと。間違いないです、本当によくやってくれていると、私が言うのも変ですけどね、本当にいてくれてありがとうの気持ちでいっぱいです。そうね、さっきもねエスピノーザ投手の成績の話もしましたけど、マチュード投手もねもう出た時に頭にちょっとヒヤッと しましたけどでもね結果的に抑えてくれたね、それが一番ですから。確か織ひげデーでランクイン織ひげデーでランクインしたら、マーウィン・ゴンザレス選手ですね。外国人選手ある、なんか織ひげデー毎年開催してほしいな見たいな、なんで今年ねちょっと見れなかったから、来年行けたらいいなって思っております。はい、という感じで今週のプロ野球ニュース、多分もっと あるとは思うんですけどね。松原にとって西武はかなりのチャンス、今の西武のアクスブルカ、ありがとう。あ、入山くん好きな選手も多いイメージありますね。そう。
バファローズの育成はそう、芦田投手もねいいんだけどね、そんなすぐ支配下上がるのかな、どうなんだろうね、どうかしらどうかしら、まあ、何年もねちょっと引き続きオリックスを応援していこうかな。あ、 B ワイルドみたいな言ってほしい。確かにあの B ワイルド確かかっこいいな、 そっちの方がいいかもね折りひげでも面白かったけどね。では最後告知に行きましょうって思ったけど、あ、あります。まだあの詳しい時間は決まってないんですけど、7月21日東北でオフ会がございます。場所は仙台予定です。この日は同じプロ野球ファンである、推しはイーグルスの、イーグルス女子の菅原アリサさん、タレントさんとご一緒させていただく予定でございますので、もし21日現地近い方はぜひ、まあ、遠征してきても100点満点ですよ。この日はおそらくオフ会の中でオリックス戦を見るかもしれません。オリックス対楽天らんね、要はビジターです一緒にビジターしてください。お待ちしております。そして毎月第2土曜日は東京にて関東で唯一オリックスだけをお届けする番組ヒメラジンにてゲスト出演、違う、レギュラー出演をレギュラーとして、そうなんですよ、出演させていただいておりますので、よかったら第2土曜日あの番組観覧ありなんですけど、あの交流はなしなんですね。なので、まあ、あのそれでもよければぜひ現地観覧もしくは番組視聴コメントお願いします。お待ちしております。今後の予定はねちょっとそれぐらいしか今はないんですけども、ぜひまた会える機会ね、今回のオフ会のように会える機会あったらぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。あ、これ仙台のオフ会のビジターエリアは狭くないですかって来てますね。そうね、カープぐらいの気持ちですねカープのあの松田スタジアムぐらいのビジターの大きさだと思うので、ぜひ、ね、あの早く埋めたいですね。皆さんぜひお待ちしております。では皆さんまた来週もお会いしましょう。それでは一緒に行きますよ。一緒に、おつらー。またね。ドリーム放送局 FM ルピナスをご覧の皆様、いつもご視聴ありがとうございます。FM ルピナスの各番組ではスポンサーを募集しております。ぜひ概要欄のスポンサー枠購入ページをご覧ください。もしくは公式メールアドレス。info@fmlupinas.com までお問い合わせください。楽しい番組をお届けするため応援してくださる方をたくさん募集していますので、よろしくお願いいたします。